時も信じてなかった人がもういたぐらい、いやなぜ何のお別れ会だったのみたいな感じなんですけど、でもそれぐらい本当にびっくりされたっていうか、信じてくれないってひどいよね多分本当にアイドルになるって思われてなかったんだと思う。やっぱり私友達のこと大好きだったし、中学校も大好きだったし、もう本当に楽しくてみんなのこと大好きだったから、多分受かっても行かないんだろうなって思われてたんだと思う。受かったとしてもその本気でやると思ってなかったみたいな、すごいびっくりされる。でもそれが今ではもう5年以上続けてて、応援してくれてる友達もいて、すごい幸せだなって思うそんなことあるんだよね、本当にびっくりした。その信じてなかったっていうのは後から聞いた話なんです。その時は別れ、もちろん悲しんで別れ会もしてくれて、で新潟行ってやっと活躍してる姿を見て、あ本当に本当にアイドルになるために行ってたんだみたいなって思ったってことあって、え どういうこと、お別れした時は本当はアイドルやるって思ってなくて信じてなくてバイバイしたのみたいな会話があって、そう思われてたんだって思って、でもそれが今年の夏で丸6年だから本当にね、時の流れを感じるし、就職とか頑張ってるのを見るとすごい刺激もらう。私も頑張らなきゃなって。でも高校卒業して19歳の代になるってなって、夢に向かって大学行ったり就職したりするっていう年だから19歳って、それは本当にみんなのこと見ててすごいいろいろ考えさせられた年だった。去年は、あ去年、うん、去年はもうさ、大学行ってさ勉強して本当にすごいと思う、尊敬する。と、いやレンナもすごいよって言って尊敬するっていうことさ、すごい言ってくれるんですよ。の仲いいメンバーじゃない、なんか中学の同級生の、そのレイニアが20歳だもんね。え、本当だよ、20歳。なんかそう、久しぶりにその仲良い子たちと電話したりもしたんですけど、なんかすごいずっと将来の話をしてたんです。将来の話とか、そう大学の終わったら何するとか、そういう話をねずっとしてて、なんか私たち大人になったねって自分たちで言って、中学生の頃なんか考えてなかったよねみたいな、この会話してることがさ不思議だねっていうの話してて、別にさ楽しんでただけだけど、そうやって19歳になってさ将来のことをさ友達同士で話してる、中学から一緒だった子たちと、すごい変な感じする、そういうことばっかり話しちゃう。大人になった、みんなはどんどん大人になってく、私も大人にならなきゃ。
確かに。いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても。って歌ってたらいつの間にか本当に、いやでもまだ二十歳になるまでは子供か、まだ10代は。でもあれ歌ってたのもさ、 NG っていうの学生選抜だったんですよ。もう私学生じゃないんですけど学生選抜って言って選ばれてたのに、もうその時の折り面の学生つぐしかいないから、そのつぐももうあと数ヶ月で卒業だからね、高校。カラコンしてると目がしょぼしょぼする、光が当たると。もうつぐしかやってなくなる。確かに。いやでもつぐももうすぐ歌えなくなることはないけど、あすごい足しびれる、足が寒い。だから今は好きなように歩きたくなってきたな。自分で決めたその道を今日まで歩いてきたけど、あ、そうだ、連携できた。あ、いや忘れてた、私やり方ツイッターにさ、ショールームしてますっていうのをさ、生配信ライブしてる時にツイートするやつあるじゃないですか。あれのやり方前回分かんなくて、今回やり方は分かったのに忘れてた。もうあと15分しか配信ない始まってすぐやりたかった。なんかでも携帯2台ないとできない気がする、これ。こっちの携帯で。また足が縛れた。あ、そう、政治レーナー配信中ってやつ。なんかこっからコピーしてツイートするんだと思う、多分。ちょっとまた次の配信にしよう。みんな忘れないように教えてください配信始まってすぐにやりたい、配信してますってやつ。春になると2期生だけでも、2期生でも4人だけになるの。高校生が？学生が？え、それは嘘でしょ。え、 NG ってそんなに年齢層高いっけ？正座してるん？あ、バレた？そう、正座してたから足しびれた、多分。今はやめてます、正座。寒い、足が寒い。いや、この部屋はあったかいのに足が本当にどうしても温まらないんですよね、冷え性で。今配信してる端末はツイッターと連携してる。そう、これはタブレットで、こっちと連携させてないんですよ。こっちのデータはこの携帯に入ってなくて、 Twitter もインスタも LINE も何もかも入ってない。タブレットってさ、どっちでもさ、 Twitter ログインできるか、インスタもできるか、 LINE がさログインできるのかさ、よくわからない。こっちの携帯でもさ、タブレットでも LINE ってできたりするの？本当にそういう、そこのところさ、機械音痴で本当に分からなくてさ、私の場合
それは。出てくるんだよね。私が思ったやり方は、連携したら配信画面ができるの？この配信ってとこの配信って、私が思ってたのはこのツイート文言ってやつを、これをつけてツイートすればいいのかって思ってた。そんなめんどくさい